中村明子は日本の女優、歌手、タレント。旧芸名は中村明子。本名は上津五月。芸名は新旧ともに本名の五月に由来する。ホリプロ所属、東京府出身。2歳の時に PCL 映画制作所制作の江戸子健ちゃんに出演し、映画デビューする。その後、映画やラジオに多数出演、複数の配役をこなし、 老曲師二代目、天中堅雲月張ばりの七つの声として有名となった。天才子役としてデビューして、以来、榎本健一や古川六波、徳川無生、柳谷金五郎、森重久やらと共演した。幼い頃、菊池博士と会食している。NHK には、テレビ本放送開始以前のラジオ時代から出演。テレビ放送においては、 1940年に開催が予定されていた東京オリンピックに先立つ実験放送の頃から出演し黒柳哲子と並んで日本のテレビ放送黎明期を語る上で欠かせない存在となっている。16歳の頃雑誌社でアルバイトをしていた時に当時編集長格だった吉幸淳之介に熱烈な恋をしたが吉幸はすでに結婚していたため片思いに終わり。 痛手に耐えかねて、アルバイトを辞める。吉幸淳之助の短編、水のほとりの描写、ある冬の日、冗談のように彼の両手で包み込んだ少女の片方の手のひらを乱暴に彼の街灯のポケットへ投げ込んだ、に登場する少女のモデルは中村名子だった。その後、高津義之と知り合い1957年に結婚した。1955年には歌手としても活動し、 田舎のバスがヒットした。また、ボニー・ジャックスと共に、関西の聖火会社パルナスの CM ソングも歌った。ニーズマに捧げる歌の作詞者である。NHK 紅白歌合戦で1959年の第10回から1961年の第12回まで3年連続で赤組司会を務めた。そのラジオ中継の音声が現存し、 第10回は2009年4月29日放送の NHKFM。今日は1日、戦後火曜残骸の中で、中村の司会も含め前編が再放送された。2016年、芸歴80年目を迎えた。作家の中村正恒と、著述家で、おちえさんの老青春を生きるの著者中村千恵子の、長女である。太平洋戦争中、奈良は文化財がたくさんあるから、 爆撃はないだろうという父の考えにより、奈良県伊駒郡富夫村に疎開した。夫は作曲家の高津義行、長女は作家の高津環奈、次女は女優の高津葉月、長男は画家の高津善之助と芸能一家で知られ、名子を含めた高津家は上密ファミリーと呼ばれる。江戸っ子県ちゃんでデビューした子役時代。ありがとうございます。